久保さん。久保さん、今日何の日か分かります久保さん、今日何の日か。これ SEO 的にどうなんだろうな。まあ、ライバル多いですしね。億万長者合宿っていう県名入ってるしね。まあ、あんまり僕あの、テレビ見ないんですけど、あの、ドラゴン桜最終回、これ見てしまいました。今日ね。はい。いや、いいですね。<laughs> よかったですね。 <laughs> まああのまあ主役のね安倍さんが言ってましたけどねまあ結局自分の人生は自分で決めろとうん決められるということでございますはいなんであのまああとね言ってたのがまあ目標を持つことによってそのねえっとそこまで過程がめちゃめちゃ大事だと。 で、そ、で、そこ頑張ってたら、いろんな人を寄ってくるよと。うん。まあ、あれじゃないですかね。まあ、僕自身も、あのー、鹿児島で5年、もう、あと数ヶ月で5年になりますけども、まあ、曲げずに、ずっとやってきたことによって、まあ、得られるものがあったかなと思いますね。得られるものって何かっていうと、 まあ、応援者というか、まあ、購入者というか、まあ、僕が商品ね、一個も売れなかったら、まず借金も返せなかったしうん、僕の商品買ってくれる人がいなければ、まあ、僕、今の僕はないわけですよ。どっかでコンビニのバイトしてるか、なんか働いてるか分かんないですけど、やんないとダメですからね。うん。だから、なんだろうな、この少ない再生数でね、やってきましたけど、 うん、なんか曲げずになんかやるっていうの大事なんじゃないですかね。うん。まあ少なくても多分この億万長者合宿も僕はすごくイメージできてるんですけど、うん、久保さんが死んだ時、もしくは僕が先に死んだ時ね、まあ年齢的に言うと久保さんが先に死ぬんですけど、僕の方が先にくたばりそうなんであれですけど、多分ね、億万長者合宿ってどっちかが先に死んだ時にすげえ価値になるんじゃないかなと思います。 このリレーが終わった時、実質的にね、実質的に僕の動画の開始がなくなった時、もしくは久保さんの動画の開始がなくなった時、価値が上がるんじゃないかなと。仮に久保さんの動画が送られ、先に久保さんが行って、僕が久保さん、最近動画送られてこないんじゃないかという動画を僕が撮ったら、またそれもなんかすごく味が出るだろうし、逆パターンですよね、久保さんが。 吉田さんどうしたんですかみたいな。動画送ってこないじゃないかみたいなね。動画をね。アップロードしてたら、これもまた面白いのかな、と。うん。こいつら何なんだ、と。<laughs> 死んだ奴に動画送るっていうね。これ死んだ奴に動画送るってなかなかないですよね。ここまで行き、ぶち抜いたら、多分ね、僕は見えてますね。うん。多分この億万長者シリーズ、多分死ぬまでやると思うんで、 うーんまあ今3000本以上っすか <laughs> ね。多分本当このシリーズだけで3万本とかわかんないですけど、なるかもしれないですよね。だってあと30年とか40年やるでしょ <laughs> ね、久保さん。病院のとこでもね。吉田さんもう明日死ぬかもしれないし久保さんからどう送られてくるかもしれないしね。どうですか久保さん。やばないですか <laughs> どっちが先に病院から送ってくるんでしょうね。うん た多分このリレーを通してね、うん多分何か与えることができるんじゃないかなと思いますけどね。うんまあ、まとめるとうん、やっぱね、あの、なんか、頑張ってる人はかっこいいなっていう感じですかね。いってらっしゃい。